やばい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 ジャンプフェスタ今年もやってまいりましたね、ジャンフェスの季節。はい、はい、まあ、というわけでですね、小池さん様子おかしいっすね。え、小池じゃないっす。誰？僕の名はヤマト、カイドウの息子だ。ちょっとよくわかんないんですけど、とりあえず今日はですね、僕とヤマトの2人で。本当は誰？マシューです。はい、まあ、僕とマシューくんの2人ですね、このジャンフェスの感想について語っていこうと思うわけなんですけども、はい、マシューくんはですね、なんか知らんけど知らん間に現地当たっとったんやな。はい、これは外れました。まずですね、このジャンフェスで今昨日、はい、めちゃくちゃヤバいことがまあたくさんあったわけなんですけども、ナルチキングだったりだとか、ジャンフェススーパーステージで歌のライブだったりだとか、いろいろヤバいことがあったんですけども、それよりもね、僕らが気になったことどうしても2つ語りたいことがあるじゃないですか。あります。まず1つ目、1070はちょい見せ。熱い。これみんな、ルッチとルフィがちょろちょろちょろって戦ってるだけやん。これもジャンプ読んでるなら知ってるしってみんな思ったんじゃないんでしょうか。甘いです。甘いですね。はい、言っちゃってください。いや、甘いっすよ。はい、ここもうこの1ページだけでどんだけの情報が詰め込まれてるか。そう、はい、やっぱね、このドーンですよね。いや、もうここに来てさらっと出してくるんだっていう。白いですもんね、今日ね。いやいや、まあ白いですけどね。ドーンマッシュになってますけども。はい、はい、まあこれね、ゴムゴムのドーンロケットということでですね、はい、まあ、ギアフィフスの新技がこんなにさらりとこんなにさらりと出るんかっていうぐらいで、なんかギアフィフスのルフィって確かに何でもできるって言ってたけど、神からゴーグル作ってってるんすよね。ね、よく分かんなかったですね、あそこは。ゴーグルっすよね、これね、多分ね。はい、で、まあ、やっぱこのドーンですよね。皆さん、ワンピースのやっぱドーン言うたら、まあ、ロマンスドーン、冒険の夜明けと、うん、まあ、始まるように、このドーンには夜明けっていう意味があるわけなんですけども、ルフィの、あの、出身地、ゴア王国にもドーン島があったりだとか、はい、やたらこのドーンに関すること多いんすよね。多いです。でワンピースでたびたび夜明けというのが強調されていて、時の歌とか、あとはあのペドロが待ち望んでいたワワの国の夜明け、世界の夜明けとかもいろいろあったわけなんですよね。まあ、そういうわけなんで、まあ、このドーンはまず間違いなく重要な用語だと思うんですよ。はい、まあ、そうですね。ペドロとかも言ってるんですけど、まあ、モモの助に対してもここで万有記を読んだヤマとかね、この世界を夜明けに導くのは君なんだよ、まあ、言ったりとかしてたんで、まあ、そこはね、やっぱ夜明けっていうのは、まあ、ドーンっていうので、うんうんうん、B の意味なんじゃないかっていうのが、まあ、ちょっと信憑性を増してきたんじゃないか。なるほど。やっぱそこに関わってくるわけなんですよ。じゃあこの白ひげとかがティーチに対して言った、おめえじゃねえんだよロジャーが待ってるやつはみたいなことを言ったのは、はい、待ってる D はこれゴムゴムの実に2巻の実を食べたルフィやっていう、まあ、そういうことになるんじゃないか、可能性が。はい、同じ D の一族でも、まあ、もしかしたらその D ごとに意味があるのかもしれないですね。確かに、はい、まあ、だからほんまにこの、まあ、ずっとこのワンピースになぞってる空白の100年が今年ね、はい、2% ぐらい分かったじゃないですか。そうですね、ちょっと急にエッグヘッド編に入って明かされ始めたんで、そう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 、空白の100年の2年ぐらい分かったと思うんですけど、はい、もしかしたら来年は D の一族についてついに分かるんじゃないのかと。そうですね、まあ、そういう片鱗が見えたシーンなんですよね。そうなんですよ、技名言ってるだけなんですけどね。そう、実際はそう、まあね、あとこちらがピーナッツの形に見えるということで。はい、まあ、柄も相まってね、まあ、今年はやっぱりね、あのスパイファミリーアーニャピーナッツ好きということが流行りましたから。流行りましたけど、まあ、もしかしたらね、ルッチがピーナッツを好きになるんじゃないのかっていう伏線かなと思ったんですけど。え、ルッチピーナッツ好きっていうんですか。最悪や。いや、本当に、まあ、というわけですね、絶対聞きたくない。違うんすよ、え、山本さん、はい、今日はほんまにヤバかったもんがあったんですよ。え、これみたいになりますけど、ヤバかった。ジャンフェス、はい、もうね、やっぱジャンフェス言うたら毎年みんな楽しみの、はい、あれあるじゃないですか。あれあれ何ですか。声優陣のファミリーね。え、まあ、それも楽しみ。あれでなんか年越すなって感じする。そう、終わりだなっていう感じだね。そう、毎年ね、はい、そうじゃない。あれあれあれ、小田先生からの手紙ですよ。はい、もうこれのために、もうこれのために、本当に僕たちはね、ジャンプフェスタのこの締めくくりにワンピースの作者小田栄一郎先生が、まあ、毎回ね、読者宛てに手紙をくれるわけなんですけども、はい、この内容がね、毎年、ね、来年のワンピースの内容を占うということで、はい、まあ、僕たちワンピース読者はドキドキしながら田中真由美さんの声を聞くんですよね。あの、読んでくださりますから。はい、読んでくださる。はい、で今回の手紙ですね、まあ、なんと
とどのような衝撃率か分かりました。いやそうですね、やっぱりね、はい、小田先生、はい、ついにあの考察認めたんやなっていうことを僕思ったんですよね。お、なんすか小田、はい、反対から読むとアド、ODA、ADO やからね。いやそれ冒頭のボケです、小田さんの。ええ、世界の歌姫は小田栄一郎です、はい、って言ってて言ってましたけど、だからやっぱり小田栄一郎の娘はアドなんじゃないのかっていう。どんなクソ考察なんですかそれ。まあそんなクソみたいな話はね置いときましてですね、はい、置いてて、まあ小田先生笑くれ編が終わって本編バタバタで映画レッドも大ヒットで頭ぐちゃぐちゃな一年でした、うん、ということも言うていて、でまあワンピースカードの盛り上がりだとかね、はい、映画の進捗だとか、まあ、ゲームについても触れてらっしゃったんですけども、はい、その後にですね来年の原作についてももちろん言及がありました、はい、まずその来年の原作というのがワンピースはまさかのあいつとあいつが戦うのみたいなお話になりますと、うん、でさらにタイトルをつけるなら大混戦、誰も知らないで来年のワンピースも超ご期待ください。栄一郎だということで、まあ、これはですね、はい、もう今年ですら、うん、ローと黒ひげ戦うんとか、そうですね、結構の勝利あったにもかかわらず、はい、来年はそれを超えてびっくりするような組み合わせが見れた上で、うん、大混戦になるってことを言ってるんですよ。でさらに誰かが死ぬ戦いになると。いやそうですね、誰も死なないでってことは誰か死んじゃうよってことですからね。そうだってワンピース頂上戦争までは本当に人が死なない話で、はい、まあ、大体ね、うん、あの爪切り舞台だけ忘れられてるんやけど、わらばせる爪切り舞台が大体死んでないっていう、まあ、作品になったわけなんですよ。エースが亡くなった後はほとんど死ぬことはなかったんですけど、はい、まあ、最近ちょっとペドロだったりだとかイゾーだったりだとかアシュラドーだったりだとか、はい、いろいろちょっとね目立つところがなくなってきてて、これから先の戦いでも死ぬことがあるんじゃないのかと。そんぐらい激しい戦いになっていってると。そうで今日はですね、なぜマシュー君に来てもらったかと、お、まあ、こんなねあのただの大和好きの変態を呼ぶのには理由があるんですよ、はい、それはマシュー君の考察もう大人気なんですよね、はい、ありがとうございます。はい、もう大人気なんで一番この2022年ラストここであいつとあいつ誰が戦うねんっていうのと誰が死ぬねんっていうのをズバリ3つ答えてもらおうかなと。3つ言ったらどれか当たるやろっていやなるほどね、はい、数打ち当たる作戦で、はい、で僕も3つ言ってね、はい、どれか当てに行こうと思ってます。当てましょう。はい、まあ、というわけでですね、じゃあ早速僕の方の第3位から発表しようと思います。はい、僕の方のあいつとあいつが戦う選手権第3位はキダル VS エネル。今ルフィとルチ戦ってるじゃないですか、はい、ここにキザルがやってこようとしてるんですね。あ、そうですね、最新話でで、はい、これ普通に考えたらルッチとキザルが共闘してルフィ戦うんちゃうの、麦わらの一味戦うんちゃうのって思うのが、はい、まあ、完璧なんですよね。まあそうですね、政府側と海軍ですからね。そうそう、はい、甘いんすよ。甘い。ルッチは、まあ、そもそもなんか敵対してるし命令背いてるから、はい、あいつすら今キザルと共闘できる状態ないんすね。まあ確かにそう、ね、そう。じゃあこのキザルは来たらいいけど、うわ俺誰と戦えばいいんやろうってどっちつかずになってしまうわけなんですよ。どっちつかずの正義。そう、その時に、はい、突然エネルがやってくるんよね。突然すぎません？え、でも、はい、エネルって月で、まあ、とんでもない科学力を手に入れたわけじゃないですか。そうですね、はい、で、まあ、月の都市ビルカに行ったわけで、はい、あっこって多分科学100年ぐらいの技術を持ってる都市やと思うんですよね。まあそこがちょっとね、どんだけ関連してくるかも。そうだから僕らってワノ国でなんか雷神やからエネル出てくるんじゃないのかって思ってた時期もあったんやけど、はい、もうその考察はまあ外れたに等しいわけじゃないですか。でもね、これからの時代はエッグヘッド編にエネルよ。クオリティカイランの時も言ってませんでしたっけ。いや知らん。あれあんたが言ってたんやで。あれ、はい、まあ、というわけでですね、エネル VS キザルで最強のロギアのみ決定戦が僕は2023年行われるんじゃないのかなと。で実際わけわからんやん、エネルのエネル軍団と海軍の代表のキザルと海軍の兵士が戦うのって、もうこれ大混戦以外の何でもないやん。で横見たらルフィとルッチが戦ってるみたいなそれカオスですね。そんなカオスから2023年は始まってくるんじゃないのかなと。先生も、はい、まあ、多分ね、もうね、今回、まあ、正直思った人もいるんじゃないですか。あんまり多くの情報出てないなと。わー、なるほどね。そう、この手紙の中に。はい、手紙の中で。違うんですよ。もうそれは2023年一発目に予想もしないこの大混戦が始まるよっていう逆なんじゃないのかなと。もう始まっちゃうから、そう、もうすぐ言おうと。なるほどね。そう、今まで手紙書いたやつ2年後とか3年後やんって言われたから、はいはい、次はすぐ書いたろっていう逆にね、もう来るんだってなります。そうそうそう、すぐ書きすぎるからキャラ目を言えなかったんじゃないのかなと。でそれで一番来るんはやっぱエネル VS キザルとかなっちゃうんかなと思ったんですよね。なるほど。はい、まあ、というわけでどうでしょうか。いや全然あり得ると思います。
やっぱ古代のエネルギー関連でもやっぱエネルはねすごい注目されてますから。いやそうなんですよ。はい、はい、どうぞ。はい、僕の第3位は、はい、ガープ VS 杯です。なんで？これはその、まあ、頂上戦争編でも触りというかあったというか、あっこでやらんかったからこそもうないみたいな。いや逆なんですよそれが。あそこで、まあ、ちょっとエースを、まあ、手にかけてしまったことでガープがブチギレて、まあ、杯を殺そうとしたわけなんですけど、そこは戦国に止められたと。で今その戦国もガープもいわば隠居状態になって、まあ、海軍の行進の育成のためにで、ね、杯は元帥になってるわけなんですけど、まあ、言っても杯の今の体制って成功してるとは言えないじゃないですか。まあまあまあ、杯もずっと待機してるしな。そうなんですよ、うん、ずっと結果待ちなんですけど、 そうね、そこに、まあ、見かねたガープが入ってきて、まあ、杯と衝突する展開になるのも面白いですし、ずっと言われてるこのドラゴンとガープの関係っていうのも、まあ、このエッグヘッド編でドラゴンにスポットが当たりつつあるんで、まあ、ここで実はやっぱガープとドラゴンは繋がってて裏で動いてましたよっていうとこから、まあ、杯がそれに気づいてガープがスパイだったんじゃないかっていう疑いをかけて、そこでもう戦闘に発展していくんじゃないかみたいな。なるほど、はい、いやでもガープの本気の戦闘って多分もう見れない可能性が高いんで。いやそうなんですよ、正直見たい。いやそうなんですよね、うん、バレー事件での戦いがおそらく全盛期だったと思うんですけど、確かに、まあ、そこからでもだって杯を殺してしまうってあんだけ簡単に言えるほどの実力は今の時点でもあるわけなんで、確かに確かに全然見応えのあるバトルになることは間違いないと。え、はい、それ死ぬんガープ？え、まあ展開的にはこっちの方がまあ面白いというか熱くなるんじゃないですか。やばいやん赤犬。いやルフィの身内殺しすぎじゃない？ね、もうルフィがメンタルがすごいことになっちゃいますけど、そこはでもドラゴンをかばう展開とか、まあ、それこそルフィをかばってガープがまあ身を投げ出してみたいな展開もエースとの、まあ、オマージュじゃないですけど、うわ、まあ、それを乗り越えるルフィっていうのもやっぱ見てみたいですよね。あの時ルフィは心折れちゃったんですけど、そこを乗り越えて杯に戦う挑んでいくみたいな。ちょっとそれは悲しすぎるな。もうおじいちゃんなんやからね、隠居してほしいところですね。まあまあそうですね。というわけでですね、じゃあ僕の方の第2位なんですけど、はい、その前にですね、僕ね死ぬキャラ正直このキャラなんちゃうんかなってのがもう分かってしまったんですよね。シャンクス。シャンクス。シャンクスって、はい、あまりにも今年ちょっと活躍しすぎたじゃないですか。マレットでもね大活躍でやし、はい、あいつの覇王色出すだけで海軍大将緑竜が撤退を決めるだとか、はい、あんだけ意気揚々と出てきたフジトラとかも撤退を決めるとか。そうですね、はい、もうずるすぎるんすよね。戦闘描写はないですからねまだね。でも覇気飛ばしてるだけなんで。ないとは言え、はい、まあ、一応なんか剣で戦ったりとかもしてたけど、まあ、トットムジカとかよくわからん敵と戦ったりもしたけど、はい、基本的にもうあまりにもチートすぎるんじゃないのかなっていう。なるほど。でそんなシャンクスって今まで、まあ、もう海賊王になることをそんなにちゃんと目指してなかったというか、うん、まあ、どっちかっていうと、まあ、世界のバランサー的な役割を果たしてたと思うんですよ、まあ、だからこそ戦国とか五老星からある一定ラインの信頼も得られてて、実際五老星からはあいつは自らどうこう動く男じゃないみたいなことを言われとったわけじゃないですか。そんなシャンクスが今年言いましたよね、そろそろ取りに行こうかと。そろそろ取りに行こうかなんて言うてるのなんて、はい、もうメッシぐらいよワールドカップね。そう、まあ、そんなぐらいレアなわけなんですけども、はい、じゃあこのシャンクス、はい、誰と戦って死ぬねんと。お、確かに黒ひげしかおらへん。ああ、じゃあシャンクス VS 黒ひげと。シャンクス VS 黒ひげ。なるほど。でシャンクス VS 黒ひげの最終的になると思うけど、まずはシャンクス VS 青生地になると思います。あー、クザン。そう、ね、そこから戦ってくるんちゃうんかなっていう。結局その、まあ、元海軍大将で黒ひげ海賊団っていう、まあ、とんでもない戦力と、赤髪海賊団って最近戦力増強してるらしいから、とんでもない戦力が混じられることで大混戦になるし、まあ、実際シャンクスがやられたってやったらまたルフィが黙ってない野郎から、うん、そっからまた黒ひげ対黒ひげみたいな戦いになっていく可能性もあるし、多分ローもやられてるし、まあ、森リアもねやられたし、はい、でこれシャンクスもやられるってなったら、もうルフィはもう何やってんだおめえ状態なわけなんですよ。そうです。でもう黒ひげ殴るときに、これはあの時やられたローの分、シャンクスの分、モリアの分っていう感じでどんどん倒していってくれると思うんですよね。全然熱いっすよねそれは。というわけで僕は黒ひげとシャンクスが戦うんじゃないのかなっていうのを思ってます。 ありがとうございます。はい、どうですか僕の第2位は、まあ、そこもちょっと一緒なんですけど、クザンと誰が戦うのかっていうと、カタクリだと思うんですよ。え、
いやこれありえるというかこの戦い起きないとおかしいんですよ。逆に冬の餅つき大会再現するの違いますよ。クザンって、まあ今ね扉絵でプリンを誘拐して黒ひげ海賊団の一員っていうところまで判明してるわけじゃないですか。はい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 。で片栗はそれを許してしまった立場にあるんですよね。確かに。ホールケーキアイランドトットランドにいながら、まあ、守ることができなかったと。それこそレッドでもブリュレーを助けるために動いたわけじゃないですか。確かに。ブリュレーを助けるために動くってことはもちろん妹である同じくプリンをね助けるために動くことは間違いないし、うん、船長を今失ってる状態でそのペロスペロたち、まあ、生き残りのワノ国に向かったビッグマム海賊団がどうなったのかっていうのも描かれてないわけなんで、ここは年明けとか、まあ、それこそ来年の特化で絶対ビッグマム海賊団のその後は描写されるべきなんで、そこの戦いに発展するんじゃないかなと。ビッグマムってさ、はい、レッドでは生きとったやん。あ、そうですね、時系列的には。はい、そう。あれどうなんやろな、ほんまに死んだんかな結局。あ、ワノ国編の最後で、最後で、はい、まあ、原作ではね。そう、あ、はい、よくわからんよなまだな。まあまあ、あそこは、まあ、レッドは、まあ、歌とかの存在もあって生死とは言われてますけど、うん、まあ、ビッグマムがあそこで生きてようが死んでようがビッグマムがいたことに関しては関係ないわけじゃないですか結局。まあ、確かにね。片栗とオーブンが動いてたわけなんで。確かに確かに。あそこでビッグマムが歌ワールドとかに来てたら、うん、ちょっといや矛盾してるってなるんですけど。そうや、そこも踏まえてレッドは作ってたんじゃないかなと思うんで、うん、まあ、ビッグマムはさすがに死んでるんじゃないかなと。なるほど。カイドウと一緒に、まあ、で今じゃあまあもしかしたらビッグマム海賊団引き継いだ片栗海賊団とかになってるかもしれないと。そうっす、まあ、船長を継ぐのは片栗になると思うんで。なるほどな、はい、ちょっと大福じゃ荷が重いか。さすがに大福はちょっとねないですね。ビッグマムから大福海賊団になるビッグと大で結構面白いと思うんやけどな。いい最近ね福の神とかも結構ピックアップされてるし、はい、まあそうですけど。なるほど、はい。ちなみにそれは誰が死ぬんですか。これは、まあ、死ぬ展開になるよりも、うん、クザンと、片栗が一回戦うんですけど、まあ、クザンにはクザンの考えがあると思うんで、うん、決着はつかずに和解して終わると思うんですよこの戦い。おー、なるほど。そっからまた新しい戦いに発展していくんじゃないかな。プリンだけ返してもらってなんとかするみたいな。そうですね、はい。わかりました、ありがとうございます。はい、じゃあラストなんですけど、ルフィ VS 赤犬。おお、え、もう見れるんですかそれ。マッシュ君が最初に言ったんですけど、はい、そろそろエースの敵打とうやっていうのと、あとまあ最近結構やっぱ思うんですけど、やっぱルフィそろそろ大将ぐらい勝てるんちゃうっていうってみんな思ってるじゃないですか、はい、でも元帥になった赤犬にじゃあ勝てんのかっていう。おお、なるほど。でしかも一応サボって別に海軍とかに捕らえられたわけじゃないけど、まあ一応世界政府からの攻撃と思われるイム様のイム様砲じゃないですか通称ね。そうですね、あのレーザーキャノンで撃たれたわけで、はい、じゃああの後、まあ、あっこにおった人たちに様子見に行くやつは誰かおると思うよ海軍の中で。ああ、一応もう地図からなくなってるとはいえ、そう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 、最終確認、まあサイファーポールが海軍が行くと思うんやけど、はいはい、そこでもしまたサボが捕まったりだとか、うん、まあ、した時に、まあ、戦う理由が一つできるんじゃないのかっていうパターンで、それこそ頂上戦争の時と似たようなパターンよね、はいはい、サボを助けるためにルフィ VS 赤犬が起きるんじゃないのかっていうのってと、あ、純粋に赤犬そろそろ前線来ると思うねんな。おお、まあ、ずっとね待機してます。なんかえらく待機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 で描写ないけど、はい、赤犬の性格考えたら行くでそろそろ俺がみたいなことを言っても限界におかしくないんすよ。まあそうですね、いつブチ切れても、はい、だってもうルッチも好き勝手してるし、もう結構好き勝手するやつらばっかなんですよ赤犬の周りって。まあそう、ちょっと苦労してますよ。かわいそう。そうなった時にもうこれ赤まあ、五老星の言うことが聞いとってもラチあかんし、俺が四皇全員倒したるぐらいのノリになってもおかしくないと。そうなった時にやっぱ一番目立ってるルフィのところにいても何もおかしくないと。お、なるほど、まあ、ということでそこが起きたら面白いんちゃうんかなっていう。いや、そうっすね。でもそこの対決は絶対見たいっすね、はい、はい。もしくはなんかシャンクス VS 赤犬とかね。お、これもこれで見たいけどね。なるほど、赤髪と赤犬どっちが強いのかっていう、はい、どうすか。ありがとうございます。いや、めっちゃ面白いっす。それが一番やっぱ大本命ですからね。そうですね、はい。まあ、一応今日発表せへんかったんやけど、番外編で、番外編、はい、そうそうそう、ナミュール VS アーロンっていう、アーロン、そう、真のサメ対決どっちが強いのか。ジンベイはそこ入らなくていいんですか。あ、ジンベイは見学。見学、うん、勝っちゃうから。勝っちゃうから。いやいや、勝っちゃうからまあでもナミュールも確かに、でも白ひげ海賊団のね残党というか最長ですから、まあ、どうなったのかは気になりますけど。まあまあ、お茶濁したね、はい。この流れで僕行くんですか、はい。まあ、僕の第1位は決めちゃってください、はい、シャンクス VS ミホークです。え、
今さら片腕になったお前とやるつもりはないみたいなこと言って、はい、そうなんですよ。ただこれを言ったのがミホークであるっていうのが重要なんですよ。え、ミホークって基本的にはそういう性格というか、別に自分からどうこうしようっていう気はなくて、クロスギルドに入った時もバギーをね、最初はクロコダイルと一緒に殺そうとしてましたけど、バギーを矢面に立たせて、俺は四皇になる気はないから、まあ、このまま、まあ、バギーに何かあった時に、まあ、身代わりにしようみたいな感じで四皇にさせたわけじゃないですか。ほう。ミホークは、まあ、今多分シッキアル王国も追い出されてるんで、カライバリ島を本拠地するとは思うんですけど、このシャンクスが今そろそろ取りに行こうかワンピースって言って積極的に動き出したわけです。だからシャンクスからはミホークに、まあ、決着をつける意味っていうのはあるんじゃないかな。なるほど。ミホークがいきなりやってきた時も、俺は今虫の居所が悪いんだ、勝負でもしに来たのかっていうふうに言ったのに対して、ミホークが今更片腕の貴様と決着をつけようとは思わんっていうふうに答えてるんで、全然シャンクスからは戦う意思はあるんですよ。え、それは確かに意外やね。そう、あいつとあいつがっていう、なんかあいつらとあいつらとかじゃなくて、あいつとあいつっていうこの個人と個人の勝負みたいな感じの小田さんのその手紙の書き方もポイントなんじゃないかなと。なるほど、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、まあ、というわけでですね、はい、年内もあと1070話のみが掲載されることを待ってるという状況です。楽しみですね。これめちゃくちゃヤバい回になるんじゃないのかとワクワクしております。はい、はい、まあ、でまあ僕らの年末までこのワンピースめちゃくちゃまあ楽しんでいこうと思って駆け抜けていくので、まあ、ぜひね今年も最後まで応援、そして来年もよろしくお願いします。お願いします。はい、というわけでね、はい、本日の回がもしかしたらぜひ高評価、チャンネル登録、そしてみんなが思うあいつ対あいつが誰なのかということもコメント欄で教えてください。はい、それでは See you。 頭の中の果てなブロックを壊したらさ。